はい、おはようございます。1月の28日、1月の最後の仕入れ、31日まであんのか。はい、寒い1月も終わろうとしてます。ムスカリです。今季初のムスカリから入ります。これで一束ずつの販売です。一束というのはこういう感じです。ムスカリです。すごい香りがいいです。で、今日は入り口はラナンキュラスです。各色っていうのとミックスっていうのと、おはようございます、ミックスですと、ミモザが、こちらが真珠葉、パールミ、パールアカシアの方ですね。国産です。千葉県から来てます。これが5本1束このぐらいの値段です。で、ミランドールっていう、これはイタリアから来てます。葉っぱが銀葉アカシアですね、こういうやつ。これミモザ、もう一個、こっちも千葉県から来てます。これもパールアカシア。ちょっとボリュームないんですよ、値段表出すの忘れちゃったんですけど。花は綺麗です。見えるかな。これ1300円、束1300円で売ってます。このぐらいです。こんな感じです。1300円、1600円、1800円、ね、高いね、ミモザって。はい、こんな感じです。外行ってみましょう。チューリップです。少し丈の短いレーザーゲームというものがあります。これだけ70円です。あと赤だったり前回の残りだったりってがあります。で、この辺菜の花、これカノハナ。これカナコ。ヒアシンスです。ユーカリがこんな感じです。全部売れちゃいましたね。で、中入ってコデマリとか雪柳。このぐらいの長さです。今日もあの春の花木入ってます。いろいろ蓮魚ですね。ボリュームはそんなにないけども、まあいいんじゃないでしょうか。80円です。単価が山椒だったりボケだったり、桜がいくつか入ってます。慶応桜が短いのとか、これも慶応桜長めのもの、その奥が東海桜です。東海のがちょっとね、あの枝が張ってる感じです。が東海桜です。価格表をご覧になってな、あの気になったものがあったら言ってくださいね。そう、先に価格表をチェックしてからこのインスタ入ってもらうと嬉しいぞと。これ梅です。梅もそんなに入らないんで、もうピンクの梅です。と、今日はおすすめしたいのがシキミヤです。スキミヤとかシキミヤとかと言いますね。グリーンです。こんぐらいのボリュームです。ボリューム結構あります。シキミヤです。これで一束です。隠れこんな感じです。で、久しぶりにリューカデンドロのサファリサンセットです。こういうものと、リューカのブラッシュっていう、これスプレーだけですね。すごいボリュームあります。こういうものです。霞85円、ボリュームまあ85円なり。ありがとう。こんな感じです。
クラスペディアで打っといて、まあ、ほんとあれだよ、記録的な暇だ。まただ何色明日ダリア入ってくるか分かんないんです。あでこれ、でメディアが今日また新しく入ってきてます。ミックスです。はい、スタースノーテッシノか、こういうスプレーカーネーションです。これだけちょっと高いです。あとは70円なんですけど、これだけ85円。あとはね、ゆかりチェリーはずっと人気ですね。私も好きなんでこれずっと入れてます。スプレーカーネは大体こんな感じか。でガーベラもちょっと注文で随分なくなってしまいましたが、こんな残ってんのはこんな感じです。こんな感じで真っ白のシンビジウムミキホワイトというものです。と緑のシンビジウムがあります。こんなもんか。あスイートピーテンファレがあって、スイートピーが黄色はなくなっちゃったんだね。オレンジとか混合はこんな感じ、白ピンクと、こっちは混合の1600円の方かって感じかな。マムがあって、今日特価のユリが全然買えなくて、まあ前回のもとりあえずこんだけ残ってんで今日はいいかなと。ですでバラも全然増えたと思ったら全然増えないし、高いんだよバラ。まあこんな感じでバラがあります。少ないです。はい、大丈夫かな。アンスリウムはこんな感じです。ソナーテというもの、レッドベルというものが赤の S サイズと、トリニダードっていうのがこういうやつです。ケース売りになります。では皆さんのご来店お待ちしてます。